の前でサッカーをする若者たちを止めようとするおばちゃん、ブラジルでは散々な目に。鳥かご始まってて草。勝ちが誰も見せない。そらワールドカップ優勝するわなわら日本が勝てる気せん。勝ちでボールを得られないようにするために上手くなっていくのか。おばちゃんが覚醒して全員股抜きするの期待してた。やっぱブラジルはそこら辺のサッカー少年がクソうまいんだよな。モラル的に良いか悪いかは別として、ピッチの中でこういう人たちに勝てるわけないよなわら。おばちゃんもディフェンス上手くなりそう。